10分で、その人はどっちに帰ってもいい。ああ、なるほど、なるほど。その番じゃない人は、マグノちゃんは、見ててもいいし、こっちで帰ってもいい。ああ、なるほど、なるほど。わかりました。サンドイッチがまた似合うね。やっぱりこう、2人でやるときって、こう、相手がどう書くかみたいなのがすごく面白いから、だから将棋と一緒なんだよ。どうですかみたいな。質問が。老眼で読めなさい。ここで書いてるやつの、小野ちゃんとこう行って書いてもいいってことだよね。あ、そう。ここも合作になるからね。はい、いいです。いいです。で、この席も別にどんどん入れ替わりながら。はい。はい、自由に。じゃあ、始めちゃった。大事ですよ。はい。皆さんこんばんは、亀戸アートセンターの石井です。と申します。ただいま亀戸アートセンターでは、アーティスト小野ちゃんによる小野ちゃん個展ゆらゆらファンシーを開催中です。今日は、アーティストの水野健一郎さんをお迎えして、小野ちゃんと水野さんにライブドローイングを、やっていただきます。ライブドローイングの方法としては、今画面に見えてると思うんですけど、2枚紙が壁に貼ってありまして、このルーレットで、時間を決めてもらって、その1分なら1分、5分なら5分の間に、それぞれのターンで書いてもらうっていう形で行います。で、時間が経ったら交代でまた書くっていうやり方です。で、最初は小野ちゃんから始めるということで、じゃあ小野ちゃん、ルーレットをお願いします。はい、始まります。こう見せながら、じゃあルーレットスタート。15分と一番長い15分の来ました。じゃあ最初は15分で始めてください。はい、お願いします。お願いします。スタートとかお願いします。あ、はい、スタート、はい、どうしようかな。いや、なんかね、きっかけになる形が欲しいですよね、一番最初。何でもいいです。何でもいいです。すっごいちっちゃくてもいいですよ、うん、ただ15分あるからね。そうなんです、結構たっぷりめなんで。どうしようかな。そうですね。なんか横の方かな。
きなり高度だね。高度なんですか。うん、円をフリーハードで書くってのは難しいです。そこから入る。ポスカって水に溶けないですよね。乾いたら。乾いたら溶けない。でくかな、うん、ちょっと農ちゃんの絵に出てくる植木なのかな、ね、木ですね、うん、なんか横長の丸が出てくるとテニスボールなのかサッカーボールなのか植木なのかっていう感じですよね。どれかっていう感じですね、うん、なんかメロンを食べたくなってきました。メロンみたい。今日電車の中でね、メロンのすごい、うん、あの一番高い高級メロンのね、うん、あのニュースが流れてましたよ。あのモニターにですか。モニターに。うん、時期ですね。めちゃくちゃ高いです。なんか何百万とかで競り落とされたニュースが。うんうん、やってたよ。メロンって結構昔そのバナナとメロンみたいな昔 その高級なフルーツみたいな、はいはい、未だにメロンはね ずっと高級な、ね、高級ですね。マンゴーも高級ですね。マンゴー、あ、それは知らなかったです。マンゴーも、マンゴーも高いですよね。あ、本当、なんか高いのは高いですよね。あ、なるほど。マンゴーってあんま自分で買ったことないですね。そうですね、うん、あんま高い、買わない。お、美味しそう。イエローが加わって、イエロー加わってみました。植木からメロンになってきたってことなのかな。お腹空いてきてね。メロンになってますね、これは、うん、あと何分ですか、行った方がいいですね。あ、何分ですか今、はい、9分ぐらいですか、ね、はい。あれ何分でしたっけ。15分か。
いい緊張感でした。そう、浸透してると、ね、浸透してるのがすごい緊張感が。質問があれば受け付けてますので、遠慮なくコメントください。ください。お散歩東京ありがとうございます。友達です。イラストスクール時代のすごい仲良かった友達です。ドライヤーを後で使いたくなるかもしれないです。いいですか、借りて。はい、めっちゃ暑いです。あ、はい、ありがとうございます。あれ、筆どこ？ありがとうございます。ちょっと後で使いたくなるか。めちゃめちゃ暑いから、はい、気をつけて離して。何十度になる？わあ、結構暑い。燃えちゃう。はい、
すぐ、もうすぐ終わるかな。うん、あと1分30秒です。うん、まだメロンかけるな。全然大丈夫です。目を見ないで。まあ丸の大きさが大体同じね。あ、本当ですか。同じ大きさを。あ、本紙に書くときはまた違うんですね。あのもっと小さい紙に書くときは大きさ変わるんですよね。はい。うん、バランスを見ながら、はい、ちょっとメロン投下しておきます。いろんなところ、ちょっとスイカっぽくなりましたね。やるんですね。ただこれね、カスカスのやつなんだ。カスカスの。カスカスのやつだから。カスカスの技。安全なんだよね。鼻血にならないやつ、うん。なんとなく汚しただけ。汚してみた。あ、そっか。これ壁だとこう出ないんだね。そうですね。うん、重力が。ポタポタって垂れないんだね。そうですね。あ、垂れてきた。鼻血。出ましたね。話出たね。あ、お、あ、お、正しに行ってる。うん、これ正しいをこれ強調するんですか。お、なるほど。わあ、面白い。壁に。まあ、思いっきり壁来ちゃってるけどね。壁出ちゃいましたね、感じ。わあ。大胆に行きました。ビジネス。あ、すかさず、これです。おお。リヒターです。リヒター。リヒターだ。部分リヒター乗ってる。部分リヒター。うん、
思議な不思議な形。あと5分です。はい。おじさんですかね。おじさんですね。すごいメロン見てますね。メロンすごい。めちゃくちゃメロン見てますね。メロン世代。メロン世代。メロン世代です。はい。メロン世代はね、はい、前髪長いんですよ。すごい。メロン世代もね、第二メロン世代かな。第二メロン世代。第二メロン世代はチェッカーズ世代ですね。だいぶ伸ばしましたね、前髪。チェッカーズ。うん、こうね、前髪。影響は受けてるんですね。影響受けてますね。ただ、これがまだね、メロンかどうかが怪しいところで。怪しいところですよね。
チェッカーズ世代でヒゲ生やしてるっていうのは、あの高木推しの、うん、こっちもね、やっぱね、こっちも、はい、ちょっとやっぱ高木派なんだよ。高木派が集まったんですね。高木派集まってこのね、肩組んで、肩組んで肩組んでですね。ただこの人はちょっとハゲてきちゃってるんで、前髪は発達してるんですね。この辺つるっとしてるんですよね。後頭部、この辺もまだ残ってる。頭頂部は周りは残ってる。まだ。こっちもちょっと。めっちゃメロン見てる。そっちは誰推しなんですかね。まだわかんないですね。ひげが出てくるとタコモクだけど。うん、あ、これはちょっと リーゼントかな。そうですね。結構セットされてますもんね。そうですね。でもチェッカーズはね、もともとなんかフィフティーズから来てるんで、これリーゼントとの相性はいいですね。ただチェッカーズ好きだけど、チェッカーズが何好きかを遡って。全然これ書けないですね、このマッチ。カス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 です、ね、カスです。こっちはどうだろう。おっ、むっちゃ書ける。ヒゲになっちゃった。偏って高木派だった。高木派高木派だった。高木派です、みんな。ね、ちょっと前髪が下がった。高木派だった。うん、あ、すごい、もう出来上がりそう。もう一本いいですか。うわー、どうしよう。あ、どうぞ。次は、はい、小野ちゃんのターンで、ですね、ルーレット回します。はい、ルーレット2つ。ストップ。あー、もう出てる。10分。あ、10分。いいですか。はい。はい、じゃあ始めます。10分。はい。ありがとうございます。
しのちゃん靴かわいいってまいさんが言ってくれてますすごい歩きやすい、歩きやすいクッションがいい靴です。上岡健太さんがトレンドのソールにボリュームがある感じっていう、あ、そうです、そうです、コメントを、そうです、はい、そうらしいです。使い方材は決まってるんですかっていう質問ですけど、今日のあれですかね、についてライブドローイング、が浮か材は特に決めてなくて、水野さんとあのちゃんがいろいろこんな感じで持ってきてくれてます。途中から見たので質問なんですが、壁に直に書かれているのでしょうか。あ、これはあの壁に紙を貼ってます。直接書いてないです。黄色の膜の中が紙です。うん、垂れ、垂れちゃってるけどね。さっき水野さんのドリップで、あ、何分ですか。あと4分ぐらい。はい。ちょっとちまちまと書いてしまった。大胆に行きたいです。残ります。一応このインスタライブだけじゃなくて、小賀さんという映像作家の方に今あの綺麗な映像で撮っていただいているので、YouTube に載せる予定です。グッて押すと垂れるんですか。うん、垂れる可能性もある。可能性、うん、垂れない可能性もある。垂れないかもしれないし、うん、垂れるかもしれない、うん、どうしようかな。垂れそうな、垂れなそうな。お、あ、垂れた。うん、でも壁になかなかね難しい。壁にはなかなか難しいですね。そうですね。こうしてみる。
部はうまく食べた。下の紙にあえて垂らしてもらっていいですか？はい、なんか行くかなと思って下敷いた途端に行かなくなってしまった。途中からご覧になってる方もいると思うのでもう一度ライブドローイング説明すると、小野ちゃんと水野さんが交互に、絵を、ラッサ君の絵を描いていってるんですが、時間がルーレットで決まっていて、このルーレットを回して、それぞれの書く時間を決めます。で、今小野ちゃんのターン終わったんで次は水野さんのターンになります。はい、じゃあこれ質問なんですけど、はい、2枚があってで今交代交代でやってるじゃないですか。同じ時間でこう交代するっていうよりもやっぱり分けてやった方が面白いものができる。多分こっち側でなんか書いてるんですよ、その間も。放送してる間があった方が面白くない。ちょっとね、書いてるところを見たいっていうのがあるんですよ。なるほど、なるほど。今合間に水野さんと小野ちゃんがこういう紙に、机に置いた紙にドローイングも書いてます。放送時間、まあ、なんか流して、じゃあ、いきます、ね。はい、水野さんのターンです、次は。1分。1分。おー。出ました。出ましたね。緊張感。ちょっと待って。書くか、書かないかも自由っていう。カメラ。はい、はい、はい、次は水野さんの1分で書いて、いきます。はい、はい、またボケって言うちょっと待って、また硬いやつだな、これでいっか。
すごい、でもすごい書いてます、迷路みたいな。はい、じゃあパスポートも受けてもらって、すみません。あ、じゃあ次は小野ちゃんだった。はい、あ、ごめんなさい、映ってますか。はい、お願いします。はい、5分。じゃあ次は5分でお願いします。よろしいでしょうか。はい、はい、じゃあお願いします。はい、あ、普通に5分か。水野さんの技使っていいですか。うん、あと何分ですか。2分。阿弥陀くじゾーンですね。
これほぼ完成じゃないの。いい感じになりましたよね、なんか、うん、完成に。ライブペインティングあるあるなんですよ、これ途中の方が良かったみたいな。途中がいいっていう、うん、止めとけばよかった。まあでも記録されてるからね。じゃあおのちゃんの3終了で。はい。はい。あ、はい。あ、ごめんなさい。すいません。あ、じゃあ次は水野さんのターンでルーレット回します。はいはい、あ。わあ、な、長い。15分です。長いよ。もうここで終わっていいのに、あの15分もかかる。加えます。あれ、これちなみに終わりかきってどうやって決めるんでしたっけ？なんかこれで終わりかな、うん、完成かな、まあね、っていう感じ。時間あるんでしたっけ？何？いや、特にない。特にないですか？はい。じゃあまあ終わりってなれば、ライブは2時間ですもんね。一応決まってますけど。2時間以内で超えてもいいし、以内でもいいですし、はいはいはい、よろしいでしょうか。はい、じゃあ水野さん、はい、お願いします、はい、あ、平川さんから終わりだけはルールあるんですかって。あ、ちょうど2人が納得した時です。あ、モメイさんから。先生、T シャツ行きしそうですか。もう今すでに T シャツ行きですから。そうですね。ごめんさん、ありがとうございます。あのさすがあのラジオをされてるのでこう、配信中にコメントあると嬉しいですよね。そうですね。その気持ちがすごくあの分かってらっしゃる方なので。さっきも来てくれて。ありがとうございます。リーゼントとあのこのこれ煙ですよね、この火山の噴火のね、はい、リーゼントと煙は割と近いんですよね、描いてる時の気持ちが、あ、気持ちが気持ちが近いです、うん、こっちもあとポワポワしてる感じ、これやっぱあれですよね、ここに虹色の雲ですよね、天気は天候ですよね、こうになってますね。やっぱりこう、やっぱこう、あ、雲。雲ですよね。雲ですね。すぐ雨降るから今。時期が。時期がね、ゲリラ的にね、今日もそうですけど。うん、これやっぱ15分あると。こう細かく書けるんですね。これ5分だったらもうちょっとこう。そうですね。ストロークこのぐらいになってるんですよ、5分だと。5分だと。15分あるとね、このくらい。Thank you.
この雨のひとしずくとこっちの冷たい解説をしながら、うん、なんかね、あ、泣いてる、涙のリクエストですよ、ね、あの、あの曲ですね、有名な、うん、そうですね、これ足が、手足がこう来ちゃってるね、ここにね、この人のね、そうですね、公表されてる気持ちになりますね、これうん、高木さんはあんま前に出ちゃいけないですよちょっと、うん、隠れて、そうですね、 草むらに、木陰に、うん、高木さんね、あの性格的にあのジャイアンなんですよ。そうなんですか、うん、ジャイアンにずっと憧れてたんですよ、あの小学生だったからジャイアンに憧れてチェッカーズをこう入ったんですよねでもじゃあリーダーではあるんですか。まあ裏のね裏のリーダー、うん、裏のリーダーなんですけど藤井フミヤが目立ってるけど、うん、裏のリーダーは高本さん、裏のリーダー高本さんですね、うん、で、こうやっぱこのグレーってさね20万人ライブですよ、グレーのあ、そのグレー、あ、はい、急にちょっと、ね、時代は飛ぶんですけど、飛びますね、90年代に飛びました。グレーとそのネズミ色ネズミ色ってあんま言わないですけどね、灰色、灰色、グレー、これ同じスペルでしたっけ、グレーとグレー、グレーってグレー、バンドのグレーとバンドのグレーとってスペル、スペル多分違う、石部さん一緒ですか、え、一緒ですか、いや、わかんないです、なんか確か違った気がする、 GLAY バンドのグレーが、あ、じゃあ一緒、書いてない、バンドのグレー、カタカナでした。違いますよね。確か違ってたんですよ。このグレーがほら、こっちのあの天気と雲とこうシンクロしてくるわけですよね。グレーグレーで。グレーグレーで。でもこっちのグレーは全然描けないですよ、カス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 、でもかっこいい、カスカスになってカスカスがまたかっこいいですよ、こう下の方がなんか積乱雲っぽい、積乱雲っぽいですよね、ですね、うん、でもここも含めてこれ高本さんですよ高本さんのこう体グレー、グレーと高なってる、うん、そうですね、もうちょっと遅く生まれてたらグレーのメンバーになってたんじゃないかなと、ちょっと早かったですね、生まれるのがチェッカーズに、あと配信で、ね、こうあんまりちまちま書くのもあれだけどなんか私に言ってます15分あるとね、こうちっちゃいのもちょっと書いていいですよね。なんかね、こうちまちまやりたくなってしまいます。
この煙つながりみたいな感じですね、この猫ね。こうタバコのこうタバコ吸いながら演奏してる人がいるんですよ、グレーのメンバーで。そうですね、いらっしゃいますね。ね、はい、これその人ですよ。ちょっと髪型変わりました。ちょっと髪型変わったね。ちょっと変わりました。うん、現在の現在の姿、ね、現在ももうタバコ吸いながら貫いて、ただほらこの人ほら恨まれてるから首根っこつかまれて、このこの刃物持ってるんですよ。めちゃくちゃ怖いですね、うん、やっぱね、売れると大変なんですよね。売れると、うん、人気が出るとそういうのもあるんですね。そうですね、うん、大丈夫ですか。あ、違う、こちらが15分長いですね。長いですよ。あ、4分結構長いです。絵としてはもうほぼ、ね、できてきてますよね。できてるんで、これここで余計なことをするかどうかですよね。なんか余計なことしちゃうと、そうですね、ちょっと勇気がいります。うん、まあ、基本的に両方とも風景メインだもんね。そうですね、風景メインだけど、風景画です。ナイキ、ナイキですね。ナイキ、ナイキがいっぱい。あ、じゃあその靴もナイキですね、多分。あ、ケンダさんが、うわ、本当に余計なことしだした。ね、余計なことしちゃうんだよね。うん、でもホワイトある、ホワイトがあるからね、消せるんだ。え、消えますか。ホワイトで消せる。ケンタ君はね、消えてないですよ。ケンタ君と、ね、何度もライブペインティングやったんですよ。僕はすぐ余計なことをしてしまう。あ、もうさっきが良かったね。ライブですから。うん、でもさすがですねって言ってま
ますけど。ありそうですね、あっち、ね、まだまだいけそうな感じですか。まあ、ここからどんどん破滅へ向かっていく感じですね。そうですね、うん、折り返し折り返しですね、うん、じゃあ次小野ちゃんのターンです。ちょっとなんかあれだな、ペン、水野さんのペンいいですね、大きいから。はい、はい、スタート。1分です。1分です。どうよ、はい、準備できたら言ってください。はい、よろしいでしょうか。はい、はい、お願いします。はい、うわ、30秒とかですか。あと10秒ぐらい。10秒。破滅。どっち、破滅に向かってる感じですか。はい、成功の方じゃなくて。はい、です。民のりを貼った人。あ、ちゃんとこれ貼って分かった。はい。歯なんですよね、これね。虫歯になってしまう。はい、じゃあ、水野さんのターンですね。水野さんが、10分です。はい。微妙な、うん、ね、ここから新しい要素を加えるか、この絵をの完成度を上げていくかみたいなことになってくるよね。うん、まだでも小野ちゃんのキャラは登場してないしね。そうですね。よいしょ、はい、はい、お願いします。
メロンさんから大変楽しく見ていますとコメントです。ありがとうございます。5分です。はい、あ、グレーだ、ね、グレーですね。グレーだね。そこにもケントさんが後方の人見えるようにかがんで腕伸ばして書く感じもさすがですね。そうか、ありがとうケンタ君。ゴメイさんが先生今どのようなことを考えながら変えているのですか、はいはいはい、書いているのですか、ね、はい、全体的にちょっと白っぽいからこうなんかアクセントメリハリのある強い濃い部分を、入れられたらいいなと思って、書いてます。ですが、臆病者なのでグレーですかしこまりました、ありがとうございますありがとうございます。何分ですか。あと3分です。全部カチカチカスカスです。カチカチのカスカス、はい、リンゴピンクカスカスでした。インクがね、垂れてます。
肉が肉タレタレですね。垂れてますね、確かに。わ、すげえ埋まってる。時間的には今8時30分、うん、あ、はい、ちょっとトイレ行ってきていいですか。じゃあちょっとこれで1分だったらあれですけど。ちょっと待ちます、ね、やります。はい、いや本当破滅に向かってますね。一回見えます。破滅してますね。途中経過かな。あ、めっちゃつくなこれ。今小野ちゃんと水野さん交互に、ルーレットで時間を決めて書いてます。カスカスだ。準備いいですか。はい、どうしましょう。どうしましょう。もっとぐちゃぐちゃに。はい。でも終わってもいいし、でも二つあるから一個ぐちゃぐちゃになってもいいし。ぐちゃぐちゃですよね。うん、これマイクしたままトイレ行っちゃいました。ちょっとやばい。一部始終。やばい。あのあーとか言ったかもしれないですよ。大丈夫ですか。うん、でも小笠さんが。うん、あ、カットです。配信には。ぐちゃぐちゃにするならこっちかな。絵の具があると割とすぐぐちゃぐちゃになるんだけど。そうですね。ね、ちょっとドローイングだと割と繊細な感じで、はい、ね、展開していく。だもう僕だったらここでやめてるけど、でもまあ小野ちゃんはどうするか。私もなんかキャラクター描きたいですね。ね、キャラクター描いて締めましょうか。うん、最後のターン、うん、小野ちゃんから始まり、小野ちゃんで締めるみたいな。1分で、じゃあ1分だったらしいよ。これ1分で回します。はい。1分だったらキャラクター描けるかな。そう。あ、そういう短いっすね。じゃあ最後のターン、5分です。はい。よろしいでしょうか。はい。はい、お願いします。はい、こっちかな。でもカメラが上岡健太さんがこれ周りの黄色いマスキングなくなった時の色の印象バランス変わるの考えて書いてるのということですかね。あ、特に気にしないで書いてます。鋭いね、さすが健太君。結構成り行きなのかなって言ってます。どうですか、成り行きですか。うん、まあ 100% 成り行きです。そうですね。ヒラパーさんがよそ見してたらすごいことに、小野ちゃん最後のまとめ楽しみです。プレッシャーかかってます。プレッシャーかかってます。
ってないんでしたっけ。これの赤はないですよ。赤あるよ。赤確か出なくなっちゃう。それ使える。オレンジはないですよね。オレンジないと思う。ちなみに今何ターン目でしょうかって聞かれたんですけど、何ターン目ぐらいですかね。5ターンかな。 5ずつぐらいですか。何ターンですかね。全然考えてなかった。多分5ターンずつぐらいです、終わってから書き足すっていうのもあれだね。はい。インスタライブ終わった後でも。はい、ありがとうございます。一応今ので最後のターンっていうことにしてたんですが、いかがでしょうか。加えますか。もっと加えますか。いや、もう破滅してますね。大丈夫です。だいぶ破滅してます。完成ということにしましょう。はい、ありがとうございます。はい。まだ間が残ってるからね。これ埋め始めたら、あの本当破滅になって再現なく破滅に。あとそうですね、あのそれぞれ書いてる壁に貼った紙に書いてる間に、
壁に描いてる間にこういう合作が出来上がってます。最後にこれ。小野ちゃん。はい。小野ちゃん個展ゆらゆらファンシーが7月9日の日曜日までやってますので、もし興味があれば見に来てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。最後二人でバイバイってやる。ああ、よかった。ありがとうございます。近くでご覧ください。一旦終了。一旦終了。一旦終了で。そうだよね。土曜日はね、電車早いから。じゃあ、おもちゃん元気でまた。また来たの。